はい、では、2回目、ま、回数はね、あんまり関係ないのかもしれないですけれども、Perfume で私一人語り、始めたいと思います。いやー、ですね、例えばですね、こんなグループがいたとしたら皆さんどう思うでしょうか。ファーストアルバム、それまでですね、何枚かシングルを出してきたんですけれども、なかなかアルバムが出せるような状況ではない、つまり売れていなかったわけですね。そういうグループがいましてですね、そのグループが1枚目のアルバムがベストアルバムという形なんですよね。で、楽曲自体は非常に素晴らしい楽曲を持ってましてですね、もちろんパフォーマンスもしっかりしていて、素晴らしいグループなんですが、なかなか売れなかった。まあでもなんとかファーストアルバム、今までの曲をベストとして出すわけですが、これがですね、まああまり売れないわけですよ。オリコンでいうと65位ぐらいまではいけるんですが、まあ大したもんなんですけれどもね、65位ったら、まあ大したもんなのはわからない、ごめんなさい、とにかく、それほどは売れない。まあもちろんファンのみんなはですね、根強いファンの人たちはですね、大丈夫だろうかなんてこと思ってるんですが、このアルバムがですね、なんと1年後ぐらいにですね、徐々にまた売れ始めるんですよ。しかもですね、別にテレビで大々的なコマーシャルをしたわけでも、こう取り上げられたわけでもなくですね、ネットから火がつくわけですね。みんながですね、その中の楽曲を使ってですね、動画を作ってみたり、まあその曲に合わせて踊ってみたり、自分の描いたイラストにその音楽を合わせた動画をアップしたり、もしくはですね、そのグループの音楽が好きなミュージシャンがですね、自分のライブでやってみたり、じわじわとですね、テレビやラジオやそういった大きなメディアではなくてですね、インターネットの本当に、個人個人がですね、あ、これいいよね、この曲使ってみようっていうような形で、まあ、そこに、リンクとしてその、アルバムのね、広告が貼ってあって、それがクリックされて、注目されるわけですよね。まあ、そこから購入していく人が多くなると、そういうグループがもし今出てきたとしたら皆さんどう思われますかっていう話なんですよ。もちろん Perfume の話です。コンプリートベストの話なんですけれども、このアルバム全然最初は売れなかったそうなんですよね。まあ先ほど言いましたように、オリコンで60何位かぐらいで、5位だったかなぐらいだったそうです。発売当初ですね。今でこそね、Perfume ものすごく人気あってですね、アルバムを出せば、ウィークリーでですね、トップを狙えると。まあオリコンの順位がちょっといまいちですね、どういうシステムなのかわからないですけれども、例えばその初回版と通常版を、足して、それで順位を出すっていうのは、いかがなものかなっていうふうに思いますよね。それだったらね、こう何種類も出して、例えば、得点をたくさんつけてですね、何ですかね、ボーナストラックみたいなのをカクつけたら、やっぱし熱心なファンだったら買いますよね。だそういうのでこう順位が決まってしまうっていうのは、どうなのかなっていうふうに思うんですけれども、このコンプリートベスト、1位にはなっていません。1位にはなっていませんが、初回版だけですよね。初回版だけっていうか、初回版も通常版も関係ないですよね。何ですかね、Perfumeのアルバム
あの紹介版と通常版の、まあ、2種類あるんで、あのこれは私大好きなブログを、私が大好きなブログを書いてるロボッチさんっていう方がおられましてですね、この人がまあ実際お会いしたことあるんですが、シャイな方で、シャイなんですがこういなせでかっこよくてですね、まあ女の人だったら絶対惚れてしまうなっていうタイプの、男性なんですかね、なかなかこう何ですか、福山雅治と、佐野元春と、ロボットを足して、5ぐらいで終わったような感じの人なんですけれども、まあ失礼しました、本人聞いてるかもしれないのでね、聞いてなかったことにしてください。で、ですね、そのロボッチさんが言ってたんですが、言ってたんじゃないですね、ブログに書いてあったんですが、やっぱり初回版のね、コンテンツ、その楽曲とかその映像とかですね、そういったものはですね、通常版として売るべきだと。音楽に関係ない、もしくはその映像に関係ないですね、例えばステッカーであるとか、もしくはまあ握手券でもいいですよ、ポスターでもいいですが、そういったものを初回特典っていう風にする方がいいんじゃないかと。全くその通りだと思うわけですね。まあ読んでいて、ああそうだよなって、さすがさすがだなと思いながらこう読んでたんですけれども、それでですね、今回、そのコンプリートベストなんですけれども、まあね、多分 JPN あたり、アルバム JPN あたりからファンになられた方はですね、ちょっと戸惑うと思うんですよね。戸惑うって言ったらあれですけども、私例えが古くて申し訳ないんですけれども、ビートルズをこうヒットしててですね、ビートルズをこうファンになったと、まあアビーロードかあたりですかね、でおいいなビートルズって感じでファンになった人がですね、果たしてですね、初期のですね、本当に、ビートルズのですねファーストアルバムであったり、そうですね、うん、そうですね、ビートルズの例えば自分たちが作った楽曲ではないですね、本当に古いロックンロールを、歌っていた、人が作った曲ですね、を歌っていたとしたら、歌っていたアルバムをですね、果たして手にするだろうかというところかな。ちょっと例えが悪いですね。まあでも例えこれしか思いつかないんですよね。初期の頃、初期の頃からその後期っていうか現在とですね、根底に流れているところ、ベースは一緒なんですけれども。例えばビートルズなんか、最後の方はかなりこう、凝った曲の作りになってるんですが、やっぱり根底にあるのはジョン・レノンのロックンロールという、これをロックっていうのっていうような曲たくさんありますよね、ビートルズでも。やっぱりロックなんですよね、うん。で、Perfume のアルバムコンプリートベストに入ってる曲もですね、まあ果たして Perfume の音楽がテクノポップなのかっていうと、んっていうふうには思うんですけれども、多分中田さん自身もテクノでポップであるとは一言も言ってないと思うんですよね。近未来型テクノポップユニットですか、そういう売り出しではあったんですが、今その近未来であるとかテクノポップであるっていうのはもううん、あくまでもそのキャッチフレーズだったのであり、Perfumeの音楽はやっぱり中田さんの作るですね、音楽でありテクノなのかなって思ったりするんですか。まあごめんなさい、その話はともかくとしてですね、 JPN の中の曲と、コンプリートベストの中の曲、比べるとですね、ちょっとって思うのかもしれない。アイドルの曲じゃん、そんな俺アイドルの頃のパフュームにはあんまりっていう風に思われるかもしれないです。私も最初、ゲームを聞いた後にですね、コンプリートベストんっていう風に一瞬は思いましたよね。でもですね、違うんですよね。
前回、エレクトロワールドという名曲がこのコンプリートベストに入っていて、前回プッシュしたですねエレクトロワールドがこの曲にもこのアルバムにも入ってるんですが、まあそれ以外にもですねもう珠玉の作品がてんこ盛りなんですよね。まあねこの時点でコンプリートベストっていうのは言い過ぎじゃろというふうに、本人たちも言ってたみたいですが、今から聞くと本当初期ベスト版ですね。これ以上の何ですかね、まあほとんど全曲って言ってもいいのかもしれないですが、漏れた曲の中にも名曲があると、いうことなんですけれども、まあそれはともかく非常に、完成度の高いアルバムです。3人の声が非常に幼いので、幼い声であるので、なんとなくこう気恥ずかしいと、なんとなくこう可愛さ全面っていうふうに思うかもしれないですが、なかなかどうしてですねずしんとくる楽曲が満載のアルバムなわけですよ。さてそれでですね、コンプリートベストこのアルバムは発売当時、それほど売れなかったとか、まあファンの数がですね絶対数が少なかったわけですが、一人当たりがすごい枚数買ったという話もあるぐらいで、前回もお話ししましたようにね、話したかな、話してないかもしれないけど、アルバムをですね、一人で複数枚購入された方もたくさんおられたと思うんですよね。で、そこまでだったら本当に多くの他のアイドルであったりインディーズのグループであったりするとのファンの間ではあったと思うんです、そういう話はね。そして、2枚目のアルバムにつなげたという、まあ、そういった話があるんですが、このアルバムのこの持っているポテンシャルが高かったがゆえに、ネット上でですねその先ほど言ったマッド動画であったり、なんですか、アイマスって言うんですか、なんかアイドルマスターっていうゲームっていうんですかね、あれなんていうんですかね、なんかそれの、ダンスに、この Perfume の楽曲が使われたと。それをこう見て、あ、この曲いいっていうので、このアルバムの購入に至ったっていう人がいる。これ楽曲の強さがあるっていうことですよね。曲の弾きだけで、Perfume のこのアルバムっていうのは注目されたわけですよね。実際ですね、私もですねそのこれもしね Perfume だって知らずにですね、このアルバムの曲を聴いていたとしたらですねやっぱり引っかかっていたと思うんですよね。私の場合は Perfume だと分かってて、初期の頃の曲どんなのを歌ってたんだろうっていう強い、初期っていうかね、どんなの歌ってたんだろうっていう強い思いから聞いていたのでね、 Perfume だというフィルターがかかってたんですが、 Perfume というフィルターじゃなくてこの楽曲を聴いたらどんな風に聞こえるのかなというふうに思ったわけなんですよね。まあそれでともかくですね、売れるわけですよ。で、そのネット上で火がついたと、他にそのネット上から火がついたグループって言ったら何なんでしょうね。桃色クローバーなんかもネットから火がついたのかな。うん、ただね、私はですねちょっとこれももクロのファンの人には申し訳ないんですが、これももクロの悪口じゃないし、私ももクロがこうやってることってすごいなと思うし、多分っていうか彼女たちのライブ見たらもうキュンときちゃってですね、熱烈なファンになるっていうのは分かるんですが、ただももクロの楽曲、ごめんなさいね、ファンの人たちはすごいいい曲だと、言うと思うんですが、私には引っかからないんですよ。うん、これはもう好みの問題なんですけども、ももクロはメンバーの子たちね可愛らしいじゃないですか。あの子たちがこう熱心に踊っていて
汗をこうたら、あの何ですか、撒き散らしながらって言ったらなんか言葉が表現が悪いですが、汗をですね流し